2019年の9月14日17時40分ですね。北海道知床ウトロの方ですね、来てます。ホテル地の果てですね、果てです。久しぶりの、旅館レポート。和室6畳ですね。はい、で、じゃあ明日羅臼岳登るののために、宿取りまして、で、まあレンタカーで来て車を、動かしてもらって、明日も登山して終わるまでをキッパで行ってことですね。温泉も帰ってきてからタダで入ってきたものでした。はい、これで、ご飯付き2食で1万7000円。